中部国際郵便局は愛知県とこ市に所在する郵便局である。民営構えの分類では無周廃普通郵便局であった。住所、郵便番号479-0199愛知県とこな市セントレア3-13-2中部、国際空港発着の航空機により輸送される国際郵便物の通関交換業務を取り扱う。 郵便事業専門の郵便局として、伊勢湾の常滑沖に埋め立てで造成された空港島の敷地内に建設され、空港開港の翌年に開局した。国際郵便局の章に地名を監視命名された郵便局は、東京国際郵便局、大阪国際郵便局に次いで3局目である。開局に際し、それまで名古屋中央郵便局が受け持っていた。 国際郵便物の通関交換業務が当局に移管され、同局内に所在した名古屋税関名古屋外遊、出張所についても当局内に移転、中部外遊出張所に解消した。郵便事業専門の郵便局として開局したため、一般の郵便局が取り扱う銀行、保険の窓口業務は行っておらず、郵ちょ銀行 ATM も未設置である。また、郵便業務についても、 悠々窓口を含む常設の窓口は未解説である。ただし、平日の9時から17時までの間に限り、局内事務室等での対応は行っている。合わせて、無周配郵便局としての開局のため、当局が所在する空港島内の周配業務は、対岸に所在するとこなめ郵便局が受け持っている。ありがとうございます。